エキメッシーキャプテン西田ゴーです。ッとプレゼンツ、エキメッシーゴーゴー西田ゴーこの番組では僕、エキメッシーキャプテン西田ゴーが自分自身のことやチームのこと、チームメイトのことなど、エキメッシー情報を発信していきますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、新年1回目の今日はゲストです。新年最初にふさわしく、豊島義弘。 愛媛 FC 代表取締役社長です。お楽しみに。この番組はこの星と人の力に空との提供でお送りします。愛媛 FC キャプテン西田剛がお送りしています。新年一回目のゲストはこの方です。おめでとうございます。社長の豊島です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。社長とこういった形で話すのは初めてなんですけど、そもそも社長はこのラジオ番組を聞いたことが。 ああるんでしょうかありますねもう西田君に聞いてくれましたか聞いてくれましたかともう毎日のように言われておりましてうちの広報の優秀なやつがおりまして全部録画をしておりまして、はい、それを聞いておりますどうですかちなみに僕のしゃべりもううまいんですけどちょっともうちょっとゆっくり喋った方がいいかなトークスピードをもうちょっとゆっくり、うん、そこは今後気をつけたいと思います えー、ちなみになんですけど、社長と選手は普段話すことがあるって聞かれることがあるんですけど。多分ですね。はい。漫才でコンビ組んだら一番いいんじゃないかと。<laughs> 豊島社長がボケで。いやどっちかな。<laughs> どっちもボケボケ。<laughs> バランス悪いです。いや、イケメンとデブで。はいやいやいや、<laughs> 自虐ネタが。うん、まあでも、スタジアムとか、イベントごとで喋ることが多いんですけど、 どうですかあの他の選手と喋ったりする機会はありますか あの、やっぱり、練習に行ったり、試合の前後ね。はい、まあ今日は良かったよとかね。はい。ありがとうございますとか。あ<ー>まあ、そういう短い会話ですけど、選手それぞれに個性があります、ね。そうですね。はい。あの、僕みたいに、こうやってバンバン喋る人もいれば。全く寡黙な。寡酷な。はい。やっぱりね、愛媛出身なんですけど、はい。玉場屋さんは、なかなかね、<laughs> はい。はい、コミュニケーションが取り抜くて。<laughs> それはもう僕たち、選手もみんな認識してると思います。はい。 僕は、あの、社長は、本当に、いい意味で、社長っぽくないというか、うん、本当に親しみやすい、あのー、社長でいらっしゃるので、うん、なんだろう、イメージ的には、ちょっと、社長って言うと、ちょっと近寄りがたくて、ちょっと喋りづらいっていう、感じが、それとは真逆というか、本当に、楽になんか、たわいのない話をしてくれる、社長だな、っていう、印象が僕の、豊島社長の、うん、印象ですね。 それは、長島社長は意識はされてるんでしょうかいや、してないですけどね。そういう性格というか。昨年ですね、あのー、シーズン終わった時の挨拶にですね、はいまあ、昨年のシーズンっていうのはプレーオフ進出が目標だったんですよ。はい、まあできなかった。はい、だけど、まあ、西田キャプテン含め、みんな選手、一生懸命うちの選手っていうのは、ひたすらに真面目にやってくれてるのを、まあ 知ってたので、はい、あ,あえて僕は謝らないと、これだけ選手頑張ってくれてるんで、<ー>むしろ、えー、気持ちだけですけどね<ー>、努力賞を送りたいとまで言っちゃったんで、あ<ー>まあそれはやっぱり、<ー>僕らはやっぱり下手だったんで、逆にあのプロの選手、まあやっぱり当然テクニック、いろんな意味でスピードすごいんですけど、やっぱり現場の選手っていうのはまあ親子ぐらいね、はい、年齢は違うんだけど、やっぱり僕は素直に、 え尊敬しますよそうなんですね、はい、ありがとうございます。そう言っていただける社長っていうのは、なかなかいないと思うので、純粋に嬉しいですね、でも僕たち選手はやっぱり、どういう状態であろうが、まず勝ちを目指してるので、とにかく、プレーオフに行けなかった、昨シーズンのプレーオフに行けなかった悔しさっていうのは、うん、本当に忘れちゃいけないし、もう一度あの舞台に行きたいっていう思いで、日々努力する、しないといけないなっていう思い、一心なので、社長と、 ともにもう一回あの場所に行けるように今シーズンしっかり努力して一試合でも多く勝ちを皆さんに届けれるようにしていきたいという思いでいいっぱいですね、はいあのー、去年昨シーズンの反省も踏まえて今シーズンの方針っていうのはどううういったお考えででしょうかうんそうですねあのちょうど11年のシーズンが MFCJ、はい、リーグ入って終わったんですけども。はい 何でもあの、物事10年経つとね、いろんなあの、形が変わってくるんで、もう一回 J リーが上がった時の初心を忘れずに、もう一回、夢の人、県民、それから多くのファン、サポーター、それと選手、会社も一緒になって、もう一回一丸となって、プレイオフ。今、力強いキャプテンの言葉ありましたけど、プレイオフ目指して、まあ、地域密着でね、本当にあの、県民の人と共に、ね、はい えー、MFC ファミリーが一丸となって、えー、目標を向けて頑張りたいなと思いますね僕いろいろと社長に聞きたいことがあるんですけど、うん、まずは社長の普段の仕事内容っていうのはどういった仕事内容をしてるのかなって純粋に思うんですけど。うん まあ、とことそうですね。はい、僕もあの、いろんな経験して、いろんな組織、はい、でいろんなの、例えば、サッカーで言うと、 日本を代表する人、長沼の健さん、はいえー、それから岡野俊一郎さん、川内三郎さん、<ー>え小倉さんとかですね、代表する人、いろんな方、使えて、いろんなしなんですけど、タイプがありまして、はい、じゃあ、逆にトップに立って、下の人がどうやりやすいのかといったら、基本的にはやっぱり任す、あ<ー>えー、それからやっぱり任せきるってのは、なかなか信頼がないとできないし、逆に受けた方が仕事がしやすいということで、基本的には、大きい方針を出せ あとはもうその各担当に託すとあ<ー>まあチームでいえば監督それから選手、はい、キャプテン含め木村に頼むと言ったらもうそこがまあ大きくね<ー>曲がっていかなければ。 もうそこのを、いかに後押しを、仕事をしやすいようにしてあげれるかと。もうそこだけですね。もう信頼。あとは仕事してないからね。仕事してないです。とにかく信頼をして任すっていうのを意識されてやってるってことです。ええ、あの、他になんですけど、社長は現役の頃、まあ何十年前か、わかりませんけど、どこのポジションをされてたんですかあの、大体ディフェンスですね。あ、ディフェンスだったんですかセンターサイドですね。あ、サイドバックですね。右利きで。 そうですね。やっぱりその社長の頃のサッカーと現代サッカーというのはだいぶ変わってきましたか変わりましたね。もうまず道具が違いまして、まずボール。雨の日はですね、ボールがどんどん水を吸うんですよ。重くなるんですよ。あ、そうなんですでも今日はヘディングはやめようだとかですね。脳震道みたいな。それで、ユニホームはですね、例えば、 縦縞のユニフォームだったらですね、福地の裏に線ができてましてですね、擦れるんですよ。これが痛いとかですね。スパイクは釘が靴の底から出てきて足が痛いとかですね。めちゃくちゃハングリーあまあそういう時代で、さらに下手だったから余計またスパイクも当たるところがですね。 非常にあの変なところがあって穴が開いてくるとかですね。まああの本当に、ええー、まあ先ほどさすがもう今頃のプロの選手はすごいなと思いますし、まあ下手だったからこそ逆に上手くうしてあげたいなという逆の方うが。 多かったですね。スピード感とかもやっぱ全然。あ違いますね。全く違うんですかまあ、オフサイドとかも、それこそ、なかった。いや、オフサイドそれは、あすません。それは、それほどないと思うまそす。はい。あそれほどないですけどね。あそうなんですね。まあ、社長への要望とかなんですけど、まあ、でも、クラブハウスも、何不自由ない、不満もない、だんだんと本当に良くなってきてるので、うん、僕からの要望は、 まあ、年間を通しての、うん、社長賞とか、あったら、喜ぶんじゃないかなと、思いますね。まあ、MVP じゃないですけど、社長が選ぶ MVP みたいな、そういう賞も一つあったら面白いんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうかあの、まあ、イケメン賞があったら、まあ、西田キャプテン独占なんでしょうけど、<laughs> い <や S 2> はい、まあ、考えてみます。イケメン賞、ぜひ作ってくださいそ、それ。い。逆に、社長から、 僕になんかないですかね、うん。そうですね。やっぱり期待のストライカーですんで、<laughs> そろそろゴーゴールが欲しいなと。そうですね。欲しいですね。僕、はい、ももう本当に今昨シーズン、もういつ出るんだ、ゴーの爆撃、ゴーの球はって思ってたんですけど、なかなか出せずに悔しい思いをしたので、はいはい、今シーズンこそはしっかりとキャンプから体を作って、もう社長の期待にも、 答えたいいと思いますすそうですね、はい、まあ以前、えー、日本代表にもなった中山雅史というのがゴンゴール、はい、コールがあったんですけど、はい、ゴーコールを,今年は連発をしたいですゴーコールをぜひスタジアムで盛り上げたいんでそ,、ねはい、それを出せるようにしっかりゴールを決めたいと思います。うん 10ゴールぐらい、どうでしょう、うん、いやもうそれはフォワードとしての目標としてる数字なので、ぜひそれは達成したいと何の打ち合わせもなく10ゴールでいってしまいます。<laughs> よろしく頼みます。<laughs> 頑張ります。<laughs> はい。では最後に社長からラジオに聞いてる皆様にメッセージを。はい。えーはい、西田キャプテンからも力強い話があったと思いますけども、はい。今シーズンも MFC よろしくお願いします。ありがとうございます。 一発目の今シーズンのゲストは豊島社長でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。空とプレゼンツ、駅虫、ゴーゴーにしたゴー、エンディングです。いや社長と新年一発目のラジオでゲストに社長を呼びましたけども、やっぱり皆さんもあの、聞いて分かったように、本当に話しやすいと言いますか。 まあ、よう喋ってくれる人なんですよね。普段からも。で、まあ、社長と会うと、僕にいつも社長はいじってくるんですよね。おう、イケメン、イケメン J リーガーみたいな感じで。まあ、なかなかそういう社長っていないと思うんですよね。まあ、そんなすごく明るい社長の下で、えー、今シーズンも戦えるということで、まあ、社長を喜ばすためにも、今シーズン一生でも多く取って、目標である、 プレイオフに行けるように、えー、頑張りたいと思いますので皆さん今シーズンも FMC を楽しみにして応援の方もよろしくお願いいたしますさてこの番組では FMC に関するメッセージ僕や他の選手への質問メッセージを受け付けていますのでどんどん送ってくださいメールは efc.jouefm.com e f m com, e 愛媛 f c 宛てでお願いします。たくさんのメッセージお待ちしています空とプレゼンツ、愛媛 f c 5 5にしたごうこの番組はこの星と人の力にラトの提供でお送りしました。それではまた来週、パーソナリティは愛媛 f c キャプテンにしたごでした皆さん、今年もいい年にしようぜ